さんこんにちは、日光アイスバックスの早田誠也です。ありがとうロマンです。これから第2回目となる古川機械金属プレゼンツ日光アイスバックストレーニング企画講座を始めたいと思います。第2回目はコアトレーニングです。主に体の中心部、腹筋、背筋を鍛えるトレーニングです。一つ目のエクササイズはクランチです。膝を立ててもらって上体を起こしていきます。おこれ大人になるんだけど大人になるので彼氏の前でおパンパンなフィールしましょう。初心者の方は10回を目標に頑張ってみてください。できる方は20回、30回頑張ってみましょう。2つ目の種目はニークーチェストです。腕を自分の後ろに持ってって支えのようにしてもらって膝を胸に持っていきます。こちらの種目を10回を目安に頑張ってみてください。3つ目の種目はツイストレッグレイズです。寝転がった状態から足を上に上げてもらってそれを交互に倒していきます。腹斜筋に効くので女性の方はくびれたボディを手に入れることができます。4つ目の種目はバイシクルクランチです。寝転がった状態から両手を耳につけて体をひねり交互に肘と膝をくっつけていきます。交互に20回行ってください。5種目目はプランクになります。うつ伏せで寝転がった状態から肘を立ててこの状態をキープします。なるべくお尻が上がらないようにしていただきます。これを上級者の方は2分、初心者の方も頑張って1分間耐えれるようにしてみてください。以上で腹筋のトレーニングを終わります。続いて背筋のトレーニングをしていきます。皆さん頑張りましょう。背筋の一つ目の種目はグッドモーニングです。立った状態から上体を倒して起こしてを繰り返します。背中の筋肉が鍛えられます。初心者の方は軽い重さを持ってもらって大丈夫です。1種目目はデッドオーバーアームクルダウンを行っていきます。立った状態から上体を少し倒してもらって腕を伸ばして縮めていきます。これは背筋の上の方、肩甲骨周りの筋肉が主に鍛えられます。たくましい男の背中を作ることができるエクササイズです。自宅にチューブがある方はチューブを持ってもらってやるとより効果的です。3つ目の種目はニースタンダップとタックエクステンションです。膝をついた状態になってもらってその状態から上体を下げて起こしてを開きます。この時しっかり背中がまっすぐ伸びているような状態で行ってください。4つ目の種目はフェイスアップエルボークルです。寝転んで膝を立ててもらった状態から肘を地面に強くつきます。その状態で背中の部分を浮かしていきます。こちらの肩甲骨周りの筋肉が鍛えられます。お尻を上げてやるとより背中、腰回り全体に効くようになります。上級者はこちらも試してみてください。マッチョ。以上でコアトレーニング講座を終わります。 This is an easy way to build your core in about 15 or 20 minutes. 皆さんコアトレーニングをして引き締まったお腹周りを目指してください。次回の動画は2月公開になります。それでは皆さんお楽しみに。